バット持って追っかけられたこともあったもんな。でもごめんね、今ねバットって言ったけどね、バットってオブラートに包んでバットなんだよね。まあヒューマンホールフラット最高だとは分かってたけどさ、ノラでやるの初めてで、まあちょっと怖いじゃんノラって。でもね一回前そのゲームするには至らなかったんだけど、まあ間違えて人の部屋に入っちゃった時に、そこにいた人もね、なんかわあようこそようこそ一緒に遊びましょうみたいな感じでやってくれて、すごい優しい感じの人だったんだよね。なんかヒューマンホールフラット優しい人ばっかりなのかな。なんかいつもあの某任天堂のイカのゲームで味方に煽られ倒して切れ散らかしてる身からすると若干泣きそうになるぐらいハッピーで、いやこんな扱いあの某のイカのゲームで受けることなかなかないから。いやなんかもう本当オンラインゲームの悪い面ばっかり最近見てたから、なんかほんとほっこりしたし救われたわ。ものすごい煽られるもんな、もうものすごい煽られるし、ついて回られたり死ぬたびにナイス押されて、もう常にブロックリスト満帆だよね。任天堂にあの改善のメール、希望のメール人生で2回ぐらい送ったことあるんだけど、まあ、ゲーム内容についてこういうのどうですかみたいな提案ですよね、提案。ただ2回ともそのブロックリストをめっちゃ増やしてほしいっていうことは書いた気がする。今200件なんですけど上限1万にしてくると、まずかつこれはもうゲームの使用上できないのは分かってんだけど、もうそのリザルト画面中にブロックおよびなんかキックとか通報とかさせてくれと。なんなら最高なのはもう試合中にあのこのシステム導入したら、実際運用したらどうなるか分かんないけど、もう他の、まあ、4人でやるゲームなんですけど、他の3人が全員こいつキックって投票したら即キックできる仕組みにとかにならんかなと。いや楽しくやりたいだけなんですよ、もうガチマッチを。俺他の FPS とかやったことないから分かんないんだけど、でも他のゲームではそういう機能あるところもあるっぽいんですよ、大なり小なり。そうね、戦うゲームだからね、同じオンラインゲームって言ってもね殺伐としちゃうね。確かに、まあ、そこがその熱くなれて楽しいとこでもあるからね、また難しいとこですけど、まあ、だからそこにやっぱどうしてもこう殺し合いから始まって剣道という、まあ、道ルールを作って発展してきたものみたいな感じで、戦うゲームにもやっぱその道が必要だよね、お互いを尊重するマナーみたいなもんがね。そう、どんなゲームやるかってのもね、一番最初の話っぽくなりますけど、まあいろいろ考えますよね。まあ簡単に分類すれば、やりたいゲームで多くの人が楽しんでくれるわけではないじゃないですか。人が来づらいっての分かりきってる上で、大好きだからエルデンリングを4ヶ月半やり続けたんですけど、それはもう幸せなことなんですけどね。でもやっぱりね、本当に来る人を選ぶ、新しい人も入ってきやすいムードではないと。やりたいものと求められてるものっていう軸があって、あ、求められてるっていうか、まあ売れてるものだな、平たく言っちゃうと。多くの人が、お、見ようかなって思う。それで言うと、まあ動物の森とか、マインクラフトとか、エーペックスとか、あ、いろいろありますわな。でもエーペックスじゃなくてスプラが好きだし、エルデンリングみたいなゲームも大好きだしね。多くの人が来てくれるやつと、ちょっとニッチだけどやりたいものみたいな軸がありつつ、あとまた別でさ、そんなにちょっと疲れるからあんまりやりたくないんだけど向いてるものみたいなものもあるじゃないですか、多分。まあ疲れるって言うと語弊あるな。めちゃめちゃ本気でやるから、もう配信終わった後ぐったりしちゃうゲームがあるんですよ。ときめきメモリアルって言うんですけど、ときめきメモリアルガールズサイドって言うんですけど、あのゲームとかね、もうほんともう全身全霊、自分の人生経験全てを総動員して、
あの人間死ぬ前に走馬灯を見るっていうじゃないですか。走馬灯、まあそれまでの人生経験から今このピンチをどうやって切り抜けるかをど洗い出してる、脳が高速回転して洗い出してる、だからそういう時に過去の映像が見えるみたいな説一説ですよ、聞いたことあるんですけど、もうそんな感じになるんですよ。どうやったらこの男口説き落とせるのかっていうのを自分の人生全部使って考えるんで、1時間ぐらいしかあれ毎回配信してなかったんですけど、もうぐったりするんですよね。終わった後にもう照明とかカメラも落とさず、もうソファー直行してぐったりするんですよ。ね、まあそういうのも含めてなんかまあちょうどいいところ、結局はね、でも本質はまあ俺が心から楽しんで心から言葉を発せれるゲームがいい。一発だけで言ったらめちゃめちゃ売れてて、めちゃめちゃもうぐったりしちゃうけど、おもろいゲームみたいなもんをやると多分いいんだと思うんだけど。例えばあの私の実況ってまああのね、まあ1000から3000ぐらいのいつもね視聴をいただいておりますけれども、まあ3000はでもあれだな、配信でちょっとこうロードの旅とかに多分盛られててあれだから、まあ1000から1500ぐらいかな。なんかねモルカーの動画が謎に1万回ぐらい見られてる、あれ何なんの？あのゲーム実況とか全然興味ない、単純にモルカーのアニメが好きな人がたどり着くのかなだとするとめっちゃ申し訳ないモルカー好きな人がたどり着いて見るもんではないからな。やっぱ厚盛とかマイクラだとそもそものコンテンツ力があるから人が見に来やすいみたいなことがあのモルカーにもあるのかね。ゲームの売れ行き自体は大爆死してるんですけどね、本当に少しでも貢献できればと思ってましたけど、もう俺一人の力じゃ無理です。あれはヒカキンがやらない限りはどうにもならないレベルで大爆死、初週圏外とかだった気がする。いやうろ覚えですけど初週3000ぐらいしか売れてなかったよね確か。あれ本当に目も当てられない爆死の仕方してて、あの爆死っていう言葉を広辞苑で引いた時に出てくる例としてのモルカー、本当そのレベルでお手本のような爆死。キャラゲーって怖いよねそういうところがね。いやーバカ売れしてくれると俺も思ってたんだけどな。モルカー自体大好きだし、モルカーの人形も結構あるしね、携帯にもモルカーのシール入れてるしね、こんな風に。ただまあいや面白いゲームだったけどね、モルカーはね面白いゲームだったけど、そうまあファン層とゲーム買う層はちょっとずれてるかも確かにね。でもまあゲームの内容自体、キャラのクリエイトは結構面白かったけど、いろんなキャラ見れてプロフィールが見れて何が得意とか着せ替えできて撫でられてまでは面白かったけど、そのコインを集めるためのゲームの内容がちょっと雑だったね。一回やったら飽きちゃう内容が多かったね。ただしモルサッカーは除く。なんだっけ、ロケットリーグだっけ、もともと出てる車でサッカーボールを蹴り合うゲーム、それがもうもともと大ヒットしてて、それとゲーム性はまあほぼ全く一緒なのでね、そこはあれはさすがになんか使用料とか払ってなきゃ訴えられるレベルで一緒だからやってると思うんだけど、わかんないけど、あれは本当にもう脳汁がえげつない。本当はあれで苦情、マンションの苦情来なかったのがおかしい。うちのお隣さんはよほど寛大な心を持ってるに違いないモルサッカーとして売り出せば確かにその道はあったかもね。ワンチャンあったと思うけど、殺伐とするぞ、対人ゲームでチームゲーは殺伐とするぞ。いやでもどうだろうな、コント子供の時は音ゲーやったことなかったから、音ゲーとかがある時代じゃなかったじゃないですか。我々現在37歳から25年前ぐらいでね、インターネットで音ゲーとかなかったから分かんないな、子供が音ゲーやった時の気持ちが。でも仲いい友達と顔合わせてやっててもガチギレして殴り合いレベルまで発展したことは数えきれないぐらいはあったもんな。幼なじみの今もたまに遊ぶね、俊一っていう男がいるんですけど、
そいつとはもう数えきれないぐらい、なんか殴り合いまではいかずとも、顔は殴らないけど掴み合ったり1.5 日ぐらい絶交したりとかはもうめちゃめちゃあったもんな。バット持って追っかけられたこともあったもんな。でもごめんね、今ねバットって言ったけどね、バットってオブラートに包んでバットなんだよね。いやギャグ半分だろうけど、のぶとい雑草を切る時の鎌持って追っかけられたよね本当は。何したんだっけね、なんでそんなことになったんだろうな。まあスマブラとかでももうなんかそういうガチ喧嘩みたいな感じになってたし、もう何がとかじゃない、あとなんか片方がやってる RPG を片方が見てて、いやお前そこはそ松明使っときゃこうなんなかったじゃんみたいなのでもすごい喧嘩になったりとか、一緒にゲームやってたりするとね、何やっててもそうなるよね。まあそうやって、あぶつかり合っちゃダメなんだなってのを学んでいくっていう、その時間その経験が大事なんですかね。ちょっと綺麗にまとめようとした感が若干出てますけれど、まあちょっと強く出過ぎちゃったりとかあって、後から謝るみたいなことは未だに結構あるもんな。どうやってこう違う意見の者同士でもチームとしての一つの答えを出すかっていう訓練にはなるよね。正直それはまあ仕事でもあるもんね、そういうのって。というわけで今日もありがとうございました。おやすみなさい。